自然権、自然権、自然権とは人間が自然状態、政府ができる以前の状態、法律が制定される以前の状態の段階より保持している生命、自由、財産、健康に関する負荷、譲るの権利。人権は自然権の代表的なものとされている。今日の通説では人類の普遍的価値である人間の自由と 平等を中心とする基本的人権、並びに基本的人権を基調とした現代政治理論において最も基本的な概念、原理であるとされている。ただし、その由来については、神が個々の人間に付与したとする考えと人間の本性に由来する考えが損する。古代ギリシアにおいて自然権は自然的正義に基づいて人間本性が持つ権利であると考えられてきた。 これに対して、キリスト教のスコラ哲学においては、神から人間本性に与えられたものと解されきた。ただし、このような近世よりも前の時代においては、自然法に関する議論に重きが置かれ、自然権自体に対する関心は、決して高くはなかった。しかも、古代、中世を通じて、自然権は、客観的に正しい秩序に服すべき人間が持っている。 自然的義務にセットになって対応する権利と考えられていた。その場合、人間への自然権付与の前提としての、その自然的義務を課す存在、正義もしくは神が自然権に常に伴って想定されていた。それで、人間に義務を履行しているか否かに無関係に、直接的に無条件に付与するような自然法というものの存在は考えられていなかった。ただし、 12世紀の教会法学や14世紀のノミナリズムに近代的な自然権観念に近い考えが存在していたとする説もある。そうした古代的、中世的な思想が大きく転換されたのは17世紀における社会契約論に関する議論とそれに基づく近代的自然法思想によるところが大きい。トマス・ホップズは法権社会における特権を中心とした 権利関連を転換し、これまで自明の存在であるとされてきた共同体や社会の存在を解体した自然状態を想定した。自然状態においてすべての人間は自由で平等な自己保存の権利を持つとして自然権の普遍性を唱えた。その上で自然権が持つ自己保存の性格が時には自己の意志を妨害する外的障害を排除するために物の生命、 身体を脅かす可能性を有し、その結果、万人の万人による闘争状態を招くとして、理性の推論的規決としての自然法の存在と、各人の自己保存を維持するための社会契約に基づく国家、府の必要性を唱えた。これは、スコラ哲学による神が自然法に基づいて自然権を付与するという考え方を否認し、法は人間によって創設されるもので、 自然法も、また自然権から発生したものであるいう法概念の転換をももたらした。また、フーゴー・グローティウスは、個々の人間が自己保存についての権利を有するという点ではホップスに近いものの、同時に自己保存の権利は他者への直接的な加害行為や、その自己保存に必要する財物の奪取を禁止する自然法に拘束されており、その結果として制約された。 自己保存の権利を自然権と位置づけている。また、自然状態を万人が無種物を共有して使用できる状態とし、合意によって特定個人に帰属させる状態を生じさせる人定的な権利を所有権と考えた。続く、ジョン・ロックは何人も犯すことのできない、核人固有の権利、ライトオブプロパーティスとして、生命、ライフ、健康、ヘルス、自由、リバティ、 財産、パゼッションスの四つを経て、自己保存の中にさらに広範な自由の概念や財産権を含み、国家、政府は社会契約、統治契約によって成立するもので、国家、政府が統治契約に背いてその自然権を侵害すれば、国民は抵抗権、革命権によって、革命も正当化されるとして、自然権の優位性を唱えた。ロックの思想は、 自然権の社会化をもたらすとともに、資本主義や市民社会に理論的正当性を与え、アメリカ独立革命などの市民革命に大きな影響を与えた。この他に自由権に関して唱えた思想家としては、ザミュエル・フォン・プーフェンドルフやジャンイコール・ジャックルソーなどが挙げられる。また、日本の明治初期における自由民権運動で唱えられた。 天婦人権論も自然権の日本における需要形であると言える。18世紀以降、自然権の観念は各国の憲法で採用された。最も早く採用したのはアメリカとフランスで、まず1776年にアメリカで採択されたバージニア権利商店は第一条においてすべての人は生まれながらにして等しく自由で独立しており、 ある先天的な権利を持っていると規定した。続いて1789年にフランスで採択されたフランス人権宣言は第1条において人は自由かつ権利において平等なものとして出生し存在すると規定した。なお、日本国憲法も自然権思想に立脚し人権を犯すことのできない永久の権利第11条9条として規定している。 もっとも、公理主義でも知られているジェレミ・ベンサムをはじめとする、法実証主義のように、実定法以外のすべての法はありえず、自然権や自然法の存在を否定する立場も存在する。その立場に立てば、基本的人権などの諸権利もすべて憲法などの法律の制定によって、初めて成立するものであると解される。実際に、現在の民主主義国の多くでは、自然権とされてきた。 諸権利は憲法などに規定され、日本国憲法においても自然権は、基本的人権の定裁をもって、永久の権利として保障されている。ただし、自然権を認める論に立てば、基本的人権の立法化は、自然法の実定化であって、実定法に由来する権利ではない。だが、こうした理論は、国家あるいは、君主、元首の権限が強大で、国民、議会の権限が弱く、 自然権、自然法による普遍的価値観を認めない体制。社会において法の支配が時の君主、元首や政府の意志が合法化させる仕組みとして機能し、悪法も法なりという思想となって発言した悪法問題。ドイツ・イタリアのファシズムやソ連、北朝鮮の共産主義など民主政治を否定する政権の登場はそうした体制。 社会が生み出した産物とも捉えられている。また、それ以外にも、共産主義のカール・マルクスや、各種共同体論の立場からも批判が出されることがある。メタ倫理学においては、経験論から、善悪の指針を導くことはできないとして、自然主義的、語尾、20世紀初頭に、G.E. ムーアが、著書、倫理学原理の中で批判を展開した。 国家権力の及ばない個人の主的分野の存在を認める自然権の考え方は多くの自由主義、民主主義を報じる国家、人々に受容されている。もっとも自由主義者、民主主義者の間でも自然権の中核にある権利を自由権とするか、平等権とするかについては意見が分かれており大きな政治路線の対立として現れる場合もある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。